サーニールメ主演、リッチー・ゴベ・ KCBDSOMC、KSTJ は、イギリスの軍人。第二次世界大戦時は、イギリス陸軍の将官であった。リッチーの軍人としての経歴は、ブラックウォッチ連隊で将校に任命された1914年に、始まる。第一次世界大戦中、彼はフランスで1917年に、主君将を、また、 メソポタミア戦役で1918年には先行十字章に就任。晩年彼はカナダのトロントで過ごし86歳の時に死亡した。ありがとうございます。